年明けましておめでとうございます。というわけでございまして、今年もスタートいたしました県庁スタジオから生配信でございます茨城県民総出演いわぎらステーション2015年一発目でございます。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあせっかくでございますから、はい、新年これバッと MC 陣揃ってます。はい、皆さん着物で、ね、いいですね。それぞれ自己紹介してまいりましょう。はい、はいはい、お願いします。はい、今年もキラキラ輝きますアナウンサーの西野ひとみです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ続いて、はい、うん、今年も幸せいっぱいお届けします、いわきら TV アナウンサー大沢幸子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして私でございますね、今年もいろんなものを食べていきたいと思いますジェームス秀樹でございます。よろしくお願いします。まあ、そういうわけでこの着物のね、はい、待って、ね、夏らしいでしょ。あれ、なんか壁がくすんで見えたり、くすんで見えた、あれ、うん、なんか羊がいる。いや、またおかしいですよね、なんでそんな綺麗な顔してる。あ、本当だ、羊だ。で、どっち見てるんですか、自分違う、顔こっちですよ、私。だって今日、ね、みんな着物で、着物で正月一発目ですから、やっぱりね、正装歴史と皆様にご挨拶しましょうと。そうだと思います。だって言ってたじゃないですか、年末に羊の格好で来ようってみんなに。どなたですか。鈴木桃子です。ご挨拶して。はい、皆さん明けましておめでとうございます。今年も元気いっぱいお届けします、鈴木桃子です。よろしくお願いします。どうして、どうしてですか。いや、なんかほら、ほら見てください、うん、この美しい、ね、ちょっと凛々しい感じ、うん、何何何え、本当に勝ってやろうか全部すごい似合ってるもんね。まあ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 、かわいい、まあ、ポジション的にこう美味しいポジションでございますね。可愛らしい、はい、さあそんな中でございますけども、皆さんと一緒にワイワイしていきたいと思いますよ。はい、はい、今年一発目のソーシャル、うん、ソーシャルストリーム、テーマは、はい、はい、じゃん、おきた、はい、はい、2015年今年こそ丸々です。おー、なるほど、いろいろありましたよね。今年こそ丸、そうです ね、皆さんいろいろあると思います。ぜひともお書き込みのことね、去年は叶えられなかったこととか ね、 あ、そうね、そう、はい、そうですね、その辺、その辺にある、その辺ね、この辺、その辺にある、うん、はい、はい、よろしくお願いしたいと思います。お待ちしております。さあそんなですね、新年一発目のいわきらステーション、空模様を見てみましょうか。じゃぞ、おー、はい、大塚池でございますね。白鳥が、はい、いっぱいいますね。空も綺麗ですね。で、気温の方もね、だいぶぬるんで、はい、うん、そうですね。今日はちょっと暖かいようですよね。過ごしやすい仕事始めになるんじゃないかな、ね、という感じでございますけども。はいはい、快晴で気持ちいいです ね、 ね。さあ、気持ちいいといえばですね、はい、新年こういろんなものを初めてやるっていうのは気持ちいいもんじゃないですか。はい、ね、そんなのもやっぱ書き初め。はい、ね、皆さんもやった方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。はい、我々ももうやりました。はい、やりました。ね、それぞれ書いておりますので、はい、西野さんから発表してもらいましょうか。はい、はい、お願いします。はい、こちらです。じゃじゃーん。じゃじゃーん。お、茨城が輝くと書いて茨城。今年からこれにしましょうよ。ほうほうほう茨城。はい、いいね、輝くって、新しいですね。はい、うん、作っちゃいました。作っちゃいました。素敵。茨城輝く、茨城。いいですね。うん、これならね、茨城って濁んないもんね。そうですよね、茨城ですよね、茨城って言えます、うん、はい、素敵、素敵です。はい、続いてじゃあ大沢さん。はい、私はこちらです。じゃーん、幸福、うん、やっぱり名前が幸子ですので、もう幸せいっぱいの子供にならなければいけない、もう名前の由来なわけですよそれも含めまして、今年はもう皆さんも一緒にですね、うん、幸せいっぱいの一年になりますようにという願いを込めて、うん、こちらの幸福にしました。ダブルハッピーだもんね。ダブルハッピー、本当ですね、素晴らしい、うん、じゃあ続いて私も行きましょうか。はい、はいはい、私はこちらでございます。ドンと、おお、楽しく笑うと書いて、うん、楽勝。あ、楽勝、素敵な達筆ですね。達筆、ね、うん、楽勝っていう気分で人生生きるのと、うん、やっぱ楽しく笑って生きようじゃないかと、うん、いいですね、ということで楽勝というものを、うん、楽しいのが一番、はい、ねえ、はい、では、ね、羊さん。羊さん、鈴木です。はい、鈴木、羊の子供とかで陽子さん、違う、子供の子と書いてもいいんですか。ああ、はい、ではお願いできます、はい、はい、やっぱりね、女は度胸、うん、何事にも恐れずにということで、はい、じゃん、大胆、素敵です。おお、
大胆不敵。石野さんが茨城、はいはい、何か、大沢さんが幸せ、はい、僕が楽勝、はい、うん、大胆不敵大胆だね。ねえ、ちょっとあといろいろ終わらしようか。え、ごめん。ということでね、ぜひ皆さんもね、ソーシャルの方にも、はい、書き留めこんなこと書きましたみたいな、ね、あと逆にこれどれがいいかとか書いてくれてもいいですね。そうですね、うん、これでしょうね、うん、どれがいいかと。よろしくお願いします、うん、はい、お待ちしております。そう、これ書き留めで筆を使うといえばです、はい、ね、我々のこれ後ろにちょっと鎮座ましましてますけど、はい、こちら、ね、はい、はい、こちら那珂湊だるまなんですけれども、うん、先日オープニングで私あの那珂湊だるまを作っているお宅にお邪魔して、うん、こちら茨城ら TV さんへということで、ありがとうございます。いただきまして、はい、このね、おでことかがこう出っ張ってるのが特徴のね、のジェームさんにちょっと似てるようなね、お腹が出ててっていうものなんですけれども、うん、はい、こちらですね、目と鼻を描いて、うん、鼻から息を吹き込むと、うん、その方のだるまになるっていう風に言われてるそうなんですね。なるほど、はい、ですので、うんうん、MC4 人で、はい、ぜひこの書き初めを入れちゃいますか。やりじゃませんか。じゃあ、はい、ジェームスさんぜひ代表で。いいですか、はい、はい、お願いします。ぜひ目と鼻を、目と鼻を、はい、目をまずいきますね、はい、はい、お入りました。これ片目つぶった目にしちゃダメだよね。そうですね、両目をウィンクしちゃダメ。ウィンク可愛らしいだるまさんですね。わー、入りました、片目が。もう分かった。おー、なんかこう命が入った感じがしますね。うん、ね、この鼻の穴のところも描くそうですよ。那珂湊だるまは、はい、珍しいですよね。鼻の穴結構難しいですよこれ。ね、うん、こんな感じかしら。はい、描けましたね。はい、かわいい。バッチリ。はい、で、この鼻の穴から息を吹き込むということなので、うん、じゃあ4人で息を吹き込みましょうか。うん、うね、はい、はい、せーの。はい、よし、今年もね、はい、マキレイビーたくさんの方に見ていただけるように、うん、これも服がいっぱい来ちゃうよ、服がいっぱい来ちゃいますね、はい、はい、よし、というわけでございましたですね、はい、もう今日からブランと元気よくまたお届けしますんでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、というわけで、茨城ラステーション、本日も1時間お付き合いの方よろしくお願いします。茨城ら TV をご覧の皆さん、こんにちは。元女子プロレスラーの永井千里です、来年の1月18日大洗町でなんと女子プロレスのイベントが決定いたしました。大洗町の運動公園体育館で試合を開催いたします。試合開始がですね、12時半からとなっております。お昼からの試合です。今回の大会は懐かしいダンプ松本選手をはじめレジェンドたちがたくさん出ます。そして若い力もたくさん出場します。この新しい力でハイブリッドなプロレスをですね、ぜひ皆さんにご覧になってほしいなと思います。今回たくさんのレスラーを連れてやってきますので、ぜひ1月18日、大洗町の運動公園体育館に足を運んでください。ぜひよろしくお願いいたします。私は歌のコーナーで出ます。永井千草でした。茨城新聞ニュースをお届けします。最初のニュースです。茨城空港と台北空港を結ぶトランスアジア航空のチャーター便が12月31日およそ1年ぶりに運航されました。小美玉市与沢の茨城空港では新年を異国で迎えようとする日本と台湾の観光客であふれ、空港ロビーは活気に包まれました。茨城空港では年末年始として初めて国際線のチャーター便が運航されました。近いのと羽田とかだと夜中とかに出るか、もしくは前乗りとかになっちゃうんで、ここだと、ね、近いので車で行けますし、はい、もう幸せいっぱいの人ですよねなんかで、いいことあればいいなっていう感じですかね。そうそうですね、はい、年末年始のチャーター便初運行に合わせ、茨城空港では日立秋そばで打った年越しそばや茨城県の地酒が振る舞われました。美味しかったです美味しかったで
正月初めて海外を過ごした時に、まあ、たまには違う気分でいいかなと思います。ジョニー、うん、美味しかったです。家族全員で来たんですけれども、楽しい正月を過ごしたいと思います。日頃忙しいからゆったりしたいですね。空港の到着ロビーでは、茨城県のマスコットキャラクターハッスル校門や茨城スカイガイドなど県の関係者らが台湾からの観光客を出迎えました。ロビーでは地元小美玉市の小川太鼓の演奏も披露されました。県などの関係者らは来日した台湾の観光客らに日立秋そばで打った年越しそばや笠間焼きのぐいのみチョコで茨城県の地酒を振る舞うなどして台湾人観光客をもてなしました。どうぞお酒、おそば食べてみて。どうぞ。台湾の観光客らは早速茨城県の味覚に触れ美味しいと笑顔を見せました。美味しいです。続いてのニュースです。新年を迎えた県内の神社仏閣には1日未明から多くの家族連れやカップルなどが初詣に訪れ新年を迎えました。日本三大稲荷の一つ笠間市笠間の笠間稲荷神社には多くの参拝客が訪れました。笠間稲荷神社の参道には賽銭箱まで参拝者の長い行列ができました。参拝者らは賽銭を投じて手を合わせると目を閉じながら今年1年の幸福を祈願しました。今年も2人仲良く入れますようにとお願いをしました。今年もさらにいい年になればいいなと思います。賽銭の前まで来ちゃってるよ。神社内には浜や熊手、お守りなどの縁起物が並び御利益を求め多くの参拝者らが詰めかけました。その他おみくじを引いたり絵まで願掛けをする人の姿も目立ちました。ね、今年もいいことありますように。そうそう、ぎゅっみんなに、ね、お出て慌てて怪我のないよう1年間またお店が1年間頑張ってやっていけるようにというのをお願いしました。はい、うちらちょっとラーメン屋さんやってるので、で1年間またたくさんの人にラーメンを食べてもらいたいなと思います。笠間稲荷神社には例年三が日で合わせて80万人以上の人が訪れます。無事ちゃんと大学を卒業できる、細かいのないとダメ、就職できるように、趣味でちょっとプリザーブドフラワーをやっていて、それがちゃんと、まあ、先生仕事とか、まあ、先につながるように覚えられるようにっていう目標があって、そうですね、とりあえず資格の方をちょっと取ろうと思ってるので、それがきちんと取れるように頑張りたいなと思っています。参拝者らは合格祈願や商売繁盛などそれぞれの願いを祈りました。最後のニュースです。チャリティー著名人色紙作品展が2日と3日の2日間水戸市泉町1丁目の京成百貨店で開かれました。チャリティー著名人色紙作品展の会場の京成百貨店7階催事場には本県ゆかりの芸術家およそ280人が寄せた善意の作品およそ300点が並び販売されました。作品を販売した収益を社会福祉に役立てることを目的に毎年正月に開催され、今年で40回目になります。売上金の一部は茨城新聞文化福祉事業団を通じて社会福祉施設などに寄付されます。毎年購入してるもんですから、で欲しい人の作品がすでに売れてしまいまして、日本画の山本家具次郎さんを、ね、狙いにしてきたんですが、すでに売り切れてしまったので、まあ、別にまたいい作品を求めました。そうですね、まあ、チャリティーっていうこともあるし、あとは先生
いろんな先生に教えてもらってまして、絵を見て勉強ということで、あとは良ければ買って、ね、そういうとこですね。だから親しみやすいね、あの私たちも素晴らしい先生なので、高いのかなと思ってきたら。まあ値段的にちょうどね。お値段はね、そんなにあれだし、自分で気に入ったので買いました。まあね、チャリティーだから、商品でしょ。で、いいものが安くあれば買おうかなと思ってはくるんだけど、まだ買ったことないんですよ。だ山中先生の絵はまだ1枚も持ってないんで、まあ、ちょうど手頃な値段であったもんで。一部の作品については抽選で販売されました。こちらのチャリティー署名に来て第40回迎えることができました。どうもありがとうございます。抽選会の方を、ただいまが取り行いたいと思います。はいはい、6番、6番のカードをお持ちのお客様、はい、どうもおめでとうございます。愛王さんです。はい、コントラストが綺麗で、それが気に入ってて、何点か買えたんですが、ずっとここのとこ買えなかったんですよ。抽選当たらなくて、今回はおかげさまで。新春恒例のチャリティー著名人式し作品展は、お目当ての作品を探す多くの来場者でにぎわいました。以上、茨城新聞ニュースをお伝えしました。茨城県立歴史館ではテーマ展見て触れて楽しい考古学を12月6日から1月25日まで開催しています。茨城県教育財団は国・県などが行う開発事業に伴い、地下に眠る文化財の発掘調査を行っています。発見された住居の跡、土器、石器などを記録し、郷土の歴史を後世に伝えるとともに、それらの情報を公開しています。今回の展示では主に平成25年度に調査した縄文時代から江戸時代の15遺跡からの出土遺物を展示し、郷土茨城の歴史の一端を紹介します。また縄文服、土器、貝塚などに関する体験コーナーを設けます。考古学の面白さ、不思議さを見て触れて体感してください。詳しい内容はホームページをご覧になるか、茨城県立歴史館、電話番号 029-225-4425 029-225-4425 までお問い合わせください。お正月ピックアなんかあのあれですね、不思議な絵になってますね、これ ね新しい感じ、4人いるとこんな感じになっちゃうんだね。ね、そうですね、すごいね、お雛様みたいな、お雛様、まあ、今日はですね、あの、はい、普段は皆さんからの、ね、ご投稿をいただいているピックアップをね、はい、お届けしておりますけど、今日はあの我々 MC 陣が、はい、本当になんかあの写真を撮ってきたのをご紹介していこうかなと思います。その前にソーシャルいただいてるんで、はい、ご紹介しましょう。はい、はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。今年もたくさんの茨城のいいところを紹介してくださいという顔文字付きでいただきました。もうそれはもちろんね、もうぐん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 、もちろんですよ、どんどん行きますよ。はい、はい、そしてもう一件ないよ、もう ありますよ。ジェームさん、お年玉くださいって。何でよ怖い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 。あと視聴者に喧嘩を売らないでください。ああ、売らない。もう。じゃあね。はい、さようならございまして、まだまだソーシャルの方もですね、募集しております。なんだっけ、今日のテーマ。2015年こそ丸々、うんうん、今年こそ丸々、はい、今年こそ。はい。今年もお年玉上げずに済むという感じでいきたいと思いますけども、さあ、じゃあピックアップの方ね、ご紹介してまいりましょうか。はい、はい、まず1枚目はこちら。おー、綺麗、綺麗、うん、横浜の実家に帰りました。初売りで神奈川県のゆるキャラ金太郎に会ったよ。かわいい。金太郎、箱根駅伝2区を応援してきました。今年もドラマ、ドラマ、ドラマ、すべての選手に拍手を送りたいです。あ、
この写真はどなたでしょうか。はい、私です。お、いとみさん。はい、うん、浜が実家なんですね。そうなんです。浜、みんなと逆みたいでしょ。はい、浜が実家なんです。そうなんですか。ねえ、そんなの綺麗な写真を。そうなんです。夜景を撮ってそして帰ってきました。ねえ、うん、このゆるキャラの金太郎っていうのがね、金太郎、足柄山があるのでね、あ、そこのね、金太郎ちゃんはね、うん、いたんですよね。はい、可愛らしいです。なんかあの、うん、金太郎のイメージの顔じゃないよね。素朴な顔してる、ね、ゆるいですね、ほ、うんと、ゆるい、ゆるキャラちゃんね。目と鼻がなんか同じサイズになってる。確かに確かに、うん、可愛らしい、ね、そして箱根駅伝2区、はい、応援してきた、ね、ええ、うん、そうです。何、毎年行ってる。毎年あの家からすぐなので2区9区がなので、もう毎年応援に行くんですけれども、またここ並んでて、ちょうどねこの写真ちょっと見えづらいんですけれども、ちょうど1位と2位が並んで競っていた時なんですね。往路です。はい、ごめん、差し控えますなんでしょうね。僕ね、あのね、今まで一度たりとも見たことないんです。テレビでも。テレビでも。あらま、はい、見てるとこっちが寒くなっちゃう。確かにね、寒空のでもね、はい、ありがとうございました、はい、さあ続いていきましょう、こちら。あーだ、美味しそう。何ですかこれ。 おせちもいいけど、フォアグラもね、フォアグラ、フィレステーキの上にフォアグラ、うわ、美味でした。何、絶対美味しい。これはまさか、ね、まさか、あたくしでございます。やったり、やったり、あのね、マッシュポテトが一番下に敷いてありましてね、その上にフィレステーキが2枚乗ってるんです。2枚も、うん、で、その上にフォアグラと。うわ、え、これ茨城で食べれるんですか。茨城ですよ。うわ、どこですか。その上に、あー、教えて教えて、ね、食べたいですね。いや、これはね、ほんと美味しかった。美味しそう。どれだも手頃な、ステーキも結構な厚みですよね。もうあの、僕が満足するぐらいの。あ、なるほど。スタッフもです、興奮しましてバタバタって食べたいですね。ボリュームにびっくり、はい、はい、ということでございます。ちょっとここであの、はい、コメント来てるんですけど、はい、ご紹介しましょうか。はい、はい、明けましておめでとうございま、羊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 です、羊だ、はい、騙す、はい、僕も欲しい、ジェームさん、お年玉欲しいも、うん、うん、欲しい、お年玉。今年こそももちゃんが噛まないようにお祈りしてきました。ありがとうございます。お世話になっております。今年もどうぞよろしくお願いします。ちゃんと、ね、先輩方を、ね、見習って、ね、噛まないようにしてください。噛まないようにします。はい、さあでは写真の方参りましょうか。どうぞ。おお、正月らしいですね。元旦の初詣は日立市の上根神社へ、うん、そして上根公園で初日の出を見ました。すごい綺麗。パワースポットでもある場所から、あ、うん、一年のスタート、今年も良い年になりますようにという、うん、いや素敵な写真でございます、うん、ね、この写真は、はい、私です。おさん、はい、あの、私日立市民なので、うん、もうやっぱりお参りはこの日立の上根神社、はいはい、日立の中では有名な神社なんですけれども、うん、こちらにお参りに行ってきました。上根公園のところにある上根神社なんですけれども、あ、じゃあそのまんまずっと居続けて初日の出も、はい、そうです。上根神社でお参りをして、おみくじを引いて、それからあの初日の出行って、あのパワースポットなんですよ、その上根公園自体が、この間ね、あのももちゃんと一緒に、パワースポット茨城という番組を撮ってきたので、皆さん見てくださいね。バーセルしてる、バーセルしてる。でね、その上根公園も、なんと太古のエネルギーがあるということで、5億年前の花崗岩がある場所なんですよ。そこからもうその花崗岩の上から見ましたよ、私。すごい、初日の出。じゃあもう、うん、はい、もう天と地からもパワーを浴びて、今年の大沢さん、お金ぞきと、うん、ごめんなりますようにということで、はい、決まりました。多分僕ら勝てないよ、そうですよ、集まっても勝てないから、はい、ありがとうございます。さあ続いてまいりましょう、こちら、はい、うん、あ、みかんだ。うん、お正月といえばおこたにみかん、おこたに入ってぬっくぬくしながら、せっせとみかんを剥いては食べ、剥いては食べ、剥いては食べ剥いてある、食べ過ぎちゃった。うわすごい、いくつ食べたの、これで猫もいれば完璧なのになということですけど、はい、これはどなたが、
これ私です。桃ちゃんらしい、ね。はい、1枚目の写真で、うんうん、カゴに山盛りみかん入ってた、ね、入ってましたね、はい、うん、ね、入ってるね、ここね、うん、入ってます。で、今回ラストの写真見てみれば、はい、なくなっちゃった、ないよね。何個食べたの、おもちゃん。何個食べたんでしょうね、もう数え切れないぐらい食べて、10個ぐらい。もう最初の頃は、うん、あのネットに入ったみかんね、袋とかネットに入ったみかんをスーパーで買って食べてたんですけど、うん、それじゃ足りないってことに気がついて、うん、箱買いしちゃいました。一人暮らしで一人暮らしで箱買いのみかんってすごいね。ビタミン C が足りてない。うん、知ってるのかも。主食がみかんでね。うん、でさすが羊。このみかんが入ってるこのカゴなんですけど、うん、実はあの去年の夏頃にイバキラピープルで取材させていただいた清志恵美さんというあの竹細工職人さんが、あのその時にその場で、うん、あの撮影用に作っていただいて、あのいただいたものを、素敵。入れてるんですよ。でも、あれだよね、空っぽだから。何、ね、ですか。もうぶっちゃけ君の食べるスピードだったら箱から出した方が早いじゃないですか。そうなんですよ。でもね、この選手さんに作っていただいたこのカゴを使いたいがために箱からこう入れてはこたつの上に置いて、それはそれでこたつに置いといて空のカゴ。そう飾りなんですね。オブジェオブジェ。ねえ、はい、ありがとうございます。はい、ね、さあ続いてまいりましょう。こちら、かわいい。明けましてのご挨拶に伺ったら素敵な笑顔で迎えてくれました。笑顔。いや、それは。おお、すごい。立ち上がってます。私でございます。あ、すごい。はい、あの友達のところに伺ったら、はい、あのこの前の写真ちょっと出せますかね。うん、このあのいいとこの細目。いい顔ですね。ね、かわいい。ねえ、よく来たねって顔してますね。うんうん、そうそう。でもね、あの結構噛みつくんですよ、これ。あれ、そうなんですか。ね、こんなに穏やかな顔。本当にお行儀がいい。ね、僕と喧嘩してますけどね。仲良しで。この間だけはこうほっこりさせてくれました。可愛い、癒されるね、可愛い。さあ続いてまいりましょう。こちら。おい。お。あ、幸子さん。ずっと欲しかったネバールくん人形。ついにゲットしたネバー。あ、持ってる持ってる。嬉し泣き。あ、泣いてる、可愛い。泣いてるバージョンだ。あ、そういうバージョンあるんですね。ゲットしちゃったわけですね。ゲットしたんですもん、うん、ずっと欲しくって、うん、何回もゲームセンターの UFO キャッチでチャレンジしてたんですけど、おいおい、全然取れなくって、うん、で先日お正月に、うん、あのちょうど同窓会があったんですけれども、うん、その時にゲームセンターに寄って、うん、あの同級生とみんなで、うん、チャレンジしてもらって、うん、協力して、うん、でやっと私がこちらを、うん、ゲットしました。泣いてる。見てくださいよ、いけるかな。よいしょ。かわいい、かわいいですよね。うん、ね、はい、あの、うん、最初、うん、この伸びるタイプがあって、うん、ありましたよね。はい、それが欲しかったんですよ。これはなんか伸びないんですよ。伸びない、伸びないけど顔の表情が泣いてたり、うん、目がハートだったり、いろんな表情があるタイプだったんですよ。すごい可愛らしくて、うん、すごい、はい、ちゃんと後ろにネバール君って書いてある。ありがとうございますよ。本当に今大人気ですから、ね、いいな。すごい、すごい。ねえ、ネバールくんがよくを見てくださいね。ねえ、はい、さあ続いてまいりましょうか。続いてこちら。あれだね、あれなんか大きいのがいる。元日からゲーセンへ。あれはネバールくん。気づいたらお財布開いてました。お、格闘すること数回。もしかして、気づいたら取れてました。すごーい。誰、これ気づいたら取れてました。イエイ、私でーす。おー、いいなー。すごーい。長いの、長い、伸びまーす。はい、伸びてる。伸びてるタイプ。伸びてる。すごいらしいでしょ、このチョコチャレンジが。長い、長いですよね、これ。ネバール君すごいね。ねえ、全然大きさ違うよ、これ。衝撃の70センチって書いてありました。すごい、うん、いや、私行った時これなかったよ。でも私、うん、元旦から行ったんですよ。あ、元旦、うんうん、同じゲームセンターに、はい、その後、昨日だ、昨日行ったんですけど、うんうん、その時にもうなかったんですか。あ、そっか、だからかな。早いんだね。すごい、大人気なんだね。いや、なんか枕とかにできそうだね。ネバール君枕。ネバール君枕。なんか抱き枕みたいな感じだね。ね、うん、羊とネバール君。羊とネバール君。ネバール君。
はい、このようにですね、ピックアップご紹介していきます。ぜひ皆さんもですねご投稿いただければと思いますよ。Facebook だけでなくてですね、メールアドレス、メールの方からも投稿できます。メールステーションアットいばきら .tv ですね、こちらの方に、件名サブジェクトにいばきらピックアップとお書きいただきまして、本文にペンネームと簡単な写真の紹介コメントを入れて画像を添付してお寄せいただきたいと思います。よろしくお願いします。もちろん Facebook からもねできますんでね、お願いしたいと思います。そしてコメントが結構来ております。いっぱい届いてますね。ここから、はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。フォアグラステーキたまらんち、たまらんよ、たまらんち、たまらんよ、初めのたまらんちいただきました。みかんのカゴがなんか懐かしい感じね、手でできてますよ。こたつにみかん鉄板です。めえももちゃん、はい、めえ、まあ、鉄板だよね、はい、みかん美味しいですよね、うん、でも指先がみかん色になっちゃう、なるなるなる、やりました。今年もよろしくお願いします。上根公園からの初日の出、綺麗、めっちゃご利益ありそうですね。ねえ、本当にご利益ありそうですよ、ね、サンロードがまたいいよね。いいですね、海にね、映って、はい、そしてあら、ビーグル、ジェームスさんが犬になっちゃったのなってないよ。なってない。ジェームス犬。いるでしょうか。ジェームス犬。ちょっとネバーとかね、はい、70センチの長いの見ました。ネバール君。みたいな。私もネバール君人形ゲットしましたよ。おお。可愛いねーばねーってコメントいただきました。はい、ありがとうございます。ぜひですね、皆さんもですね、Facebook そしてメールの方でお写真投稿お願いします。ずっといるという感じでございますけども、というわけで以上お正月ピックアップでした。皆さんこんにちは、茨城スカイガイドです。今日は冬の福岡便利用促進プレゼントキャンペーンについてご紹介いたします。茨城空港には IBR マイアポートクラブというメルマガ会員サービスがございます。現在10ポイント貯まりますと、もれなく1万円キャッシュバックプラス茨城県特産品をプレゼントする搭乗ポイント制度を実施しております。通常片道1回分のご利用で1ポイント貯まりますが、今なら福岡便はなんとポイント2倍。福岡便を利用すればあっという間にポイントが貯まっちゃいますね。さらに福岡以外の場所へお出かけされる方にも、茨城空港発着の航空便を往復でご利用いただければ、福岡県の超有名店で使えるお食事券をプレゼントしています。またマイエアポートクラブ会員以外の方にも、福岡空港からのお客様限定特典や福岡便をお友達にご紹介していただいた方への特典もご用意しております。お得な特典が盛りだくさんのこの機会に、ぜひ茨城空港から福岡へお出かけされてみてはいかがでしょうか。詳しくは茨城空港ホームページをご覧ください。以上、茨城スカイガイドでした。茨城県は全国第6位の漁獲量を誇るとともに、水産加工品の生産量が全国第3位と加工業も盛んな水産県です。県ではこれら豊かな地元の水産物の消費拡大と知名度向上を図ろうと、茨城の地魚取扱店において地魚ごちそうさまキャンペーンを来年3月10日まで実施しています。このキャンペーンは対象となる店舗で飲食や買い物、宿泊をして応募すると、最高5000円相当の水産加工品の詰め合わせなどが合計300名に当たるというもので、ネクスト東日本丼王座決定戦の優勝丼に使われている生しらす凍結品や地魚の干物や缶詰などがプレゼントされるとのことです。キャンペーン対象店舗にはポスターが掲示され、応募はがきがついたチラシが店頭で配布されるほか、キャンペーン特設ホームページでもダウンロードできます。詳しい内容は茨城の地魚取扱店ホームページをご覧いただくか、漁政課電話番号 029-301-4070 までお問い合わせください。茨城ならではで、ね、
お餅を食べよう。何お餅食べられるの？お餅食べられるんですかね。というわけでございまして、はい、我々の目の前には、はい、さまざまな、うん、食材といいますかね。いや、茨城ならでは、うん、並んでも、はい、まあ、もちろんお餅もね、ほんとありますけども、いわゆるあれでしょ、お餅だけを食べるんではなくて、うん、あのお餅に何かしらをプラスしてということですね。そういうことなんです ね、 ですね。茨城ならではでということなので、うん、はい、茨城県のいろんな食材を使って、うん、美味しい茨城ならではのお餅を作りましょうというコーナーですね。なるほど、はい、できたよ。餅はもちろんもちろんみんなで食べましょうということです。じゃあ、はい、早速、ね、はい、あの、はい、1人ずつ、うん、1人ずつ、うん、そうですね、作っていくわけですね。はい、はい、じゃあまずは、はい、はい、はい、じゃあまず私から、うん、はい、羊さんから、はい、羊が、はい、羊が何を作るんだ。じゃあどう、うん、なんだろう、羊が羊になってね、羊になって、うん、じゃあ作らせていただきますよ、はい、作っちゃいな。じゃあまずはね、もうちゃん何作るの。やっぱり、うん、納豆。茨城といえば、うん、もうね、顔ってさっきから気になってましたよ、狙ってました。納豆を使ってお餅を作りたいと思います。まあまあ、これはもうね、ドテーマじゃドテーマですからね。そうですね、うちでもね、結構やっておりますよ。で、このお餅が、うん、はい、こちらまず乗せまして、はい、もう簡単ですよ。これでもあのそれぞれ、うん、あのお家のやり方ってあるからね。そうですね、何作ってるいいですよ。混ぜるものとかね、うん、そう、あの、うん、たっぷりの納豆にどんどんお餅を放り込むパターンとか、あ、うん、うん、あの僕の実家はそんな感じなんです。あ、そうなんですか。お餅に納豆じゃなくて、納豆にお餅を入れる。どん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 放り込む。そうなんですか。すごい糸引いてる、ももちゃん、ね、すごい、もういっぱい炊きますから。すごいね、はい、これどうやって食べるの。これをこのままお箸で、うん、持ち上げてパクッと口まで運んでたりその通りだね今何ら変哲もなかったね。すごく当たり前のことを遠回しに言いましたできました。はい、お早い。こちら、うん、茨城の納豆餅。お、あ、茨城ならでは、ならでは納豆餅でございます。はい、じゃあこれをね、うん、幸子さんに、あら、私いいの、召し上がれ。はい、納豆大好きなんです、うん、すごい、本当にもう納豆満載ですよ、これ本当に。これいけるかな、いけるかな、食べるの大変だよ。いきます、いただきます。お着物汚さないように。はい、うん、がっぷり。いいね、いいね、うん、あとね、お餅がね、うん、くっついちゃいますよ、はい、うん、合いますね。まあ、これはもう間違いないよ。美味しい、やっぱりこう納豆大好きなんで、うん、納豆だけでも美味しいんですけど、やっぱりお餅が、うん、もちもち感とネバネバ感がいいですね。また、ね、またネバルク伸びちゃう。伸びちゃいますねネバルクありがとうございます、はい、美味しい、ももちゃん、美味しいです。続いては、はい、西田さん、はい、では私が作ります。はい、こっちいただきましょうか。はい、じゃあ、はい、こちら、はい、どうぞ。はい、はい、すいません、はい、じゃあ私は茨城の、うん、こちら大根で作った辛み餅です。皆さん辛み餅って召し上がりますか。辛み餅、うん、絡むから辛み餅なのか、うん、ちょっと大根のこの辛さなのか辛み餅、うんうん、あ、なるほど、ピリ辛で、そうなんです。ちょっとね、こう飲む方にはピリッと辛くて美味しいのじゃないかなと思うんですけどね。なるほど。これもね、あの、僕実家ではね、大根餅ですよ。デコ餅、大根がこう生ってデコ、辛み餅だ、そのシャレた言い方、しなかったわ。しないよ、ね、言い方を初めて聞きました。デコ餅、デコ餅ですね。そしてこちらは、つくばの福でみかんを乾燥させて作った、私の手作りの七味唐辛子。手作りです。いっぱいかけちゃおう。福でみかんって、あの、福が来るって書いて、そうです、そうです、ちっちゃめなね、みかんなんですけど、あれの皮を、あの、少し乾燥させて、そして、これ辛そうだね。ちょっと辛いですよ、きっと大根が。おお、いや、これ絶対美味しいですよ。どうでしょう、さあ、じゃあこちら、ピリ辛でいいですか。じゃあジェムさんにいただきます。あ、僕いいんですか。はい、やった。お酒とも合いますよ、きっと。やった、いただきます。はい、ジェムさん、あの、今日のこれお餅焼いてあるでしょう。はい、あのね、僕のうちで焼かないんですよ。え、焼かない、そう、どうするんですか。あの、チンしちゃう。あ、やわらかい状態、そう、やわらかい状態です。あ、辛み餅
辛味餅。飲み込めないの？飲み込めないですよね。辛いですか？辛いんだけど。あ、辛い。うん、さっぱりしていいね。あ、よかった。ねえ、大根おろしなんか解毒作用とかもありますしね。そうですね、うん。大根おろしのさっぱり感とね、あのこのやっぱり七味唐辛子のピリ辛感、うんうんうん、これいいですよ。わあ、うん、なんか新しい感じですよね。美味しいこれ。七味をかけて。面白い。あ、じゃあ続いては、はい、うん、じゃ続いては私が、うん、はい、行きたいと思います。はい、頑張れ頑張れ。何、私はですね、こちらの鮭。お、美味しそうじゃないですか。朝ごはんの残り。違いますよこの、ね、まあ、でもね、朝ごはんとかにもね、鮭よく食べられると思うんですけれども、うんうん、あとあの年末のお歳暮に、うん、よくあの鮭って送られる方多いじゃないですか。荒巻き鮭 ね、そしてあのお正月はお餅がね、うん、あのやっぱ食べられるということで、うん、このお餅と鮭を合わせてしまおうという、うん、これをですね、なんと茨城の筑西の方で、うん、あの周辺では小挽き餅っていう風に呼ばれているそうなんですよ。小挽き餅、小挽き餅、小挽き餅とも言うところもあるそうなんですけれども、うん、小挽き餅っていう風に言うみたいなんですね。うんうん、はい、小挽き餅、そうなんですよ。この鮭をですね、乗っけるんですよ、この餅の上に乗っけて、そして挟んで食べるという、うん、挟む、そうですね、まあ、このままでもいいんですけれども、やっぱりこう鮭がねほぐしてあるので、うん、ポロポロと落ちてきてしまうと思うので、うん、またこれをこうくるっと巻いて挟んで食べてもいいですし、うん、あの鮭の塩味が足らなかったらお醤油をかけていただいても、うん、はい、いいそうなんですね。じゃあぜひこれ鮭の塩味ついてますので、うん、じゃあこちらをぜひ、うん、ひとみさんに。ひとみさんなんだ。ありがとうございます。今これ吉本が俺のいただきましたから、はい、いただきます。美味しそう、はい、どうでしょうか。これは進んじゃいけないのこれ、これね、なんかね、くるっと、うん、巻いて食べるのね。巻いて食べてもいいです、そのままでも、うん、あ、このままでもいいよ、はい、大丈夫ですよ。いただきます。あ鮭も言ってください。鮭も、うん、美味しい。なんかね、おにぎりみたい鮭おにぎりみたいな、うん、うん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 、でも珍しいです、小挽き餅って、うん、あの塩挽きって言うじゃないですか、うん、鮭のこと、うんうんうん、そこから来てるんじゃないかなと思うんですよ。塩挽き鮭ってですね、言いますよね、小挽き餅って言うんですって。うんうんうん、すごい美味しい。美味しいですよね、うん、朝ごはんにも全然いいですね。いいですよね、鮭、うん、とお餅で、うん、まあ大満足のお餅ですし、うん、簡単に試せますね。そうなんですよ、うん、あの鮭フレークとかでね、作っていただいても簡単に、できますね、うん、はい、できます。海苔巻いてもいいかもしれない、うん、あ、いいですね、うん、美味しかった、はい、俺か、いよいよ。お、ジェームスさん、何でしょう、何でしょう、何を作るんですか。ね、大根もいいですよ、うん、鮭もいいですよ、うん、もちろん納豆もいいですよ、はい、何か忘れちゃいませんかってことですよ。何だろう、茨城の、茨城のこの季節ですよ、あなた。あ、ね、うん、出てきた、出た、干し芋、ね、なるほど、え、干し芋に餅、粉が吹いてていい感じでございましょう、いい感じですけど、ね、それからね、もう一個、もう一個、うん、日立といえばですよ、うん、この大きさ、すごい、日立大黒ですか。そうでございます、わー、ね、すごい、こういったものを使わないでどうしますかということですよ。お餅に欲しいこと、ね、女性陣、しっかりしてください、本当にすごい、なかなかない組み合わせじゃないですか、でしょ、どういう風に、まずね、はい、まあ、ちょっと一回取りますよ、はい、ね、あ、くっついちゃった。くっついてるのがまたちょうどよかったですね。本当。ちょっと開けるんです。あ、お、開ける。ちょっと開けるわけですよ。広げてね。うん、ね、ちょっとこうやって開けるわけですよ。はい、なるほど。ね、開けました。はい。ね、これだけじゃどうやって食べるかわかんないよね、うん。うん。これいいですか、これ。うん。半そい。半そいね。はい。ね、美味しいですよね、甘くて。このまま食べても十分美味しい。美味しい。これを、はい、こうやる。お、え、乗せた。ね。それから、
それから僕はあの知ってますあのハンバーガーがすごく大好きなんですよ。知ってます、ね、なのでお餅でハンバーガー作るのも悪くないかなって。なるほど、すごい、はさみ技ですか、はい、よいしょ、こんな感じ。色味的には綺麗でしょ。綺麗綺麗。これもせっかくでございますから、うん、やっぱり今日頑張ってる、うん、羊さんに、羊さんに、うんうん、いやいやいや、召し上がっていただきたいな。スペシャルバーガーじゃないですか、うん、さっきの辛み餅とかの方が美味しそうだったんです、うん、お餅美味しいよね。お餅美味しいです。完成も美味しいです。美味しいよね、はい、ね、その美味しいものが2つ合わせちゃったら美味しいでしょ、うんうん、じゃあね、じゃあハンバーグ風ということは、うん、両手でお箸など使わずに、はい、両手でグッとやっ て両手でね、グッと、はい、であのいい、いい、こうコメントをいただきたいね、はい、あの羊だからうめーとかっていうのはなしだよ。そう感じられた、うん、うめーとか言ったらもう、もうその時点でもうそれはもう、それは言うつもりだった、言うつもりだった。じゃあいただきます。すごいもちバーガー、ね、ボリューミーですよ。本当だ、すごいカロリーだね。すごいカロリー。しかもあの豆に到達してないっていうね、うん、さあ、羊桃子さん、羊桃子さんどうでしょう。おめえあれ、重たい、おめえの方だったな。あの茨城弁でおめえって言われるのか、お前って言われるのか重たい、重たい、ああ、おめえ、うんうん、重たいですね。重たいですか。重い。でもボリュームがあってすごく美味しいそうか、ボルマのような。じゃあもう一個作りましょうね。おー、うん、お、これもね、やっぱりあの、よいしょ、ちょっとこうし、ね、少し白かなきゃいけないな、まだ口の中に残っている、飲み込めない。ちょっと白いてね、うん、やっぱこのほら、よくさ、なんていうの、あんころ餅とかありますね。あれ、小豆ですよね。でもやっぱりこういう常陸黒があるんだもの。そうよね、うん、なんかサイコロみたいだね。サイコロみたいだ。ほんとだ、すごい。これ食べたい方いらっしゃいます？のせただけですよね食べたい方いらっしゃいますよね。まあ、ね、やっぱ頑張ってる若手にね、うん、はい、羊桃子さんに、うん、はい、召し上がれジェームさん、はい、今年頑張りそうな気がします。でしょ、はい、うん、ね、これ日立大黒子は。お名前は、え、このお餅のお名前は大黒餅ってこと、うん、じゃあ日立大黒の大黒餅、うん、いただきます、うん、あのね、やっぱね、大黒美味しいね、うんうん、美味しいですよね。じゃあ、 あのカメラ目線で、羊文子さん、この大黒餅今勝手に名前つけちゃいましたけど感想の方を、メーというのはなしで封じられた、うん、楽しく感想を言ってください。はい、このイバキラステーションの大黒柱であるジェームさんが作ったお餅、うん、とっても美味しいです。どうなんだろうな今のは大黒柱とこの大黒をかけたってこと、うん、きっとね、そうです、うん、すごい説明されると説明できるいやでもね、こうやってまあね、いろいろ食べ物遊んではいけませんけども、うん、いろんな食材、お餅っていうのはやっぱりシンプルじゃないですか。そうですよね。だからいろんな食材を組み合わせる、それこそ西野さんなんかもいろんな、ね、あれ、うん、アレンジとかしちゃうでしょ。でも料理得意ですから、うん、ピザとかにもしちゃいます。のして、あ、お餅のピザ、うん、いいですね。チーズも巻いちゃう、ね、まあ、みんな乗っけてね、焼きますね。ってことはお餅が伸びてチーズも伸びる、うん、どっちも伸びちゃう、どえらい伸びる、どなかなか切れないってね。いやいや、でも本当、ぜひ皆さんもね、いろんなものをこう乗せてつけてって食べて、うん、僕結構ねマヨネーズつけたりとかします。あ、マヨネーズ、美味しいかも。マヨネーズ醤油みたいにして、ちょんちょんちょんってこう食べたりとかしますけど、ね、そうなんですね。はい、皆さん他になんかどんな食べ方あります？どんな食べ方します？私、うん、お醤油にお砂糖を混ぜて、うん、砂糖醤油でいただきます、うん、あー、ちょっとスイーツ感、
そうですね、うん、甘じょっぱい美味しさ、うんうん、なるほど。はい、というわけでございまして、はい、ぜひ皆さんもいろんな食べ方を、ね、してみてはいかがでございましょうか。というわけで、はい、以上、茨城ならではでお餅を食べようでした。医療技術が進歩している現在でも、血液は未だに人工的に作ることができず、また長い期間保存することもできません。このため、助け合いの心で広く多くの方から献血していただくことが重要ですが、少子高齢化の影響などから近年、献血の拠点である日立献血ルームの利用者数が伸びず、将来的に存続が難しくなる恐れがあります。日立献血ルームは海が見えるアットホームな雰囲気の献血ルームとして、献血者の皆様にくつろいでいただけるような環境整備に努めております。飲み物やお菓子もお好きなだけお取りいただけます。温かく快適な日立献血ルームをぜひご利用ください。なお、日立献血ルームの所在地は JR 日立駅前の三井生命ビル5階です。駐車場は三井生命ビルの裏手駐車場のほか、シビックセンターの地下駐車場が無料でご利用いただけます。詳しい内容はホームページをご覧いただくか、日立献血ルームフリーダイヤル 0120-029-439 0120-029-439 までお問い合わせください。あなたの土地が狙われています。一時的に資材置き場として貸してほしい、良い土で土地を埋め立ててあげますなどとうまい話を持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、廃棄物を不法投棄されたり、無許可で建設残土を埋め立てられたりする事例が発生しています。悪質な事業者は金銭や甘い言葉やうまい話で地主の同意を得ようとします。そして同意を得るとすかさず法律等や手続きを無視して短期間で廃棄物などを大量に持ち込んだり、周りの土地まで行為が拡大したりします。さらに事業者が行方不明となってしまった場合には、土地所有者が撤去等の対応をしなければならないなど、莫大な損害を受けるケースがあります。このようなトラブルに巻き込まれないようにするため、うまい話があっても安易に土地を貸さない、自分だけで判断せず周りに相談する、必要な許可を受けているか、不審な点は県や市町村に相談する、契約は内容を理解した上で必ず書面で結ぶなどの防止策を講じ、自分の土地は自分で守りましょう。万一不法投棄などを見かけた場合は、フリーダイヤル 0120-536-380 0120-536-380 までご連絡ください。詳しい内容はホームページをご覧いただくか、廃棄物対策課、電話番号 029-301-3033 029-301-3033 までお問い合わせください。エンディングのコーナーコーナーになっちゃった、というわけでございまして、はい、ね、県庁スタジオから生配信でお届けしてきました、はい、プレステーション新年一発目、もうエンディングのお時間でございます。はい、あっという間です ね、 ね。さあ、あのソーシャルの方もたくさん来てるんでね、ご紹介していきましょう。はい、はい、お願いします。はい、あー、ももちゃん、うん、はい、ビッグネバールくん持っているではないか。持ってます。あれね、3、4回ぐらいで取れちゃったんですよ。すごい、上手、すごい、ね、結構スースースーと、うん、あんなに大きいのに ね、 ね、突き落としてありましたよ、ね、はい、突き落として、はい、素晴らしい、うん、そして、うん、正月は納豆餅は欠かせない、うん、美味しいよね、納豆餅は ね、 ね、うん、これは外せません。美味しかったですよ、本当に、はい、超ピキ餅が来た、うん、あ、ご存知、
ご存知なんですね。ね、すごい知ってる方がいた。うん、はい、なるほど、これは美味しそう。干し芋、どれが美味しそうなんだろう。どれだろう、ね、干し芋&お餅、ん、お餅素晴らしい。おお、干し芋とお餅ね、なかなか組み合わせがないですね。これどうする、どうする、もしかしたらあのブレイクしちゃうかもしれないよ。そうですよね、あの干し芋サンド餅、ぼうちえもサンド餅、うんうん、いいですよね。そのまんまだけど、そのまんまだけどブレックスかもしれないよ、うん、かもしれないです。これどっかで売ってたら、うん、俺はずなんだからね。もうちょっとお餅薄くしたらいいかもしれないですよね、うん、そうだね、うん、サンド餅、はい、はい、さあ続いて、うん、餅プラス干し芋プラス黒豆、うんうん、作りながら考えてる感が作りながら考えてました。どうしました、何を考えながら作ってるって。そんなことないってことですね。全然もうしっかりもう、はい、ジェームさん、特製干し芋餅バーガーはボリュームありすぎ、うん、ボリューム満点ですか、ももちゃん。もうだから、ね、十分でしょ、うん、十分ですね、うん、でもほらあれでこうなんていうの、こう小腹が空いた時に片手でこう食べられるし、うん、片手でね、挟んであるから、そう、うん、ね、でも小腹じゃなくて普通にお腹空いててもあれは満腹になりますけど、うん、いや餅に心得じゃダメだ。ジェームさんは ね、また体の大きさが違いますから、ももちゃんと。そうですね。はい、うん、羊ももこさん CD デビュー、はい、お餅おめえおめえ発売、はい、お餅おめえっていう歌をじゃ今歌ってます。今じゃなくちゃ、なるほど、ソーシャルストリームの皆さんから作詞作曲お待ちしております。はい、というわけでございましてね、はい、本当たくさんのソーシャルありがとうございます。ありがとうございます。まあ、あの今日も4人でね、にぎやかにお届けしてきましたけども、はい、うん、まあ明日からまた通常営業で、はい、はい、通常営業で通常営業で皆さんに楽しい情報、はい、ね、お得な情報いろいろご提供していきますので、一つ、周りの方にも宣伝していただいて、はい、茨城だ TV よろしくお願いしたいと思います。ご覧ください。というわけでお届けしました、茨城だステーション、この辺でお別れです。お相手は西野ひとみと大沢幸子とジェームス秀樹と鈴木桃子がお送りしました。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。今日はどちらからですか？いや、あの私はもうこの市内ですから、荒川沖からです。今日はね、期日前投票に行った帰りにちょっとこうどんな具合か寄ってみたのね。そうだったんですか。イルミネーションの状況がどうかなと思ってきたので、あの点灯はまあ夜ですけど、どうですか様子は。去年よりはすごく多いよね、あのイルミネーションが。ああ、そうですか、うん、じゃあ去年もご覧になったんですか。去年も見ましたね。夜 の、 あのイルミネーション点灯したのはもうご覧になりました。いや、今日は見てない。今日は見に来る、見に来る予定です。今日の夜、また夜、うん、はい、では楽しみですね、はい、うん、まあ、どのぐらいになってるかね、楽しみだよね、うん、そうですね。あの地元はこの辺ってことなんですけど、なんか地元の好きなところとかありますか。特にこの私はね、あの水温公園が大好きで、お役に来ますよ。あの孫を連れて遊びに来ることもあるし、いいですね。今日もね、お天気ですからね、最高だね。うん、奥様どうですか、なんかその好きなところというか、うん、あの歩きて行けるところとか、近く行くところは割と散歩があったらね、その程度です、うん、気がいいです。いいところですからね、うん、あの本当にいいよね、これ霞ヶ浦大事だよね、うん、そうですよね。私の釣り場でもあるんで、うん、ご趣味ですか。そうですね、そうなんですね、ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございました。